ロベルト・ドナドーには、イタリア・ベルガモ兼、チザーノ・ベルガマスコ出身の元サッカー選手、サッカー指導者、しばしばドナドにとも表記される。現役時代のポジションはミッドフィールダー。1982年8月18日コッパイタリア、アベリーの戦でプロデビュー。9月12日 US ピストイエーゼ1921戦セリエデビューを、果たし、 1984年5月27日、バレーゼ戦でセリー A 初ゴールを決め、アタランタの主力選手として活躍した。その活躍から、1986から87シーズンより、ユベントス FC との争奪戦を制した AC ミランに移籍、すぐにレギュラーをつかみ、1986年10月26日、第7節ブレシア戦にて移籍後初ゴールを決めた。 A.C. ミラン在籍時には6度のセリエ A 制覇、3度の UEFA チャンピオンズリーグ制覇、2度のトヨタカップ制覇に貢献。ミランには不可欠な存在で、得点こそ少なかったが、当時のミランのかなりの得点チャンスが彼のクロスやパスから生まれている。クラブの黄金時代を支えた選手であり、ミランの殿堂入りも果たしている。1988から89シーズン。 チャンピオンズカップに回戦セカンド、レグのレッドスター戦では、ゴラン・バシリエビッチと交錯して、呼吸困難に陥ったが、顎に穴を開ける手術を受け、選手生命の危機を脱した。準決勝のレアル・マドリード戦では1ゴール1、アシストを決めて、決勝進出に貢献。決勝のブカレスト戦では、ルートフリットのゴールをアシストした。1989から90シーズン。 トヨタカップ優勝、チャンピオンズカップ準々決勝、第2戦メヒエ連戦ではドリブルで、相手守備陣を翻弄していたが、延長戦も残り5分程度を残す中、相手からひどいラフプレーを受け、これに報復して試算試合の出場停止処分を受け、チームは、決勝でベンフィカを破り優勝したが、準決勝、決勝への出場を逃した。1993から94シーズンは、 スクデットと UEFA チャンピオンズリーグの2冠獲得に貢献。UEFA チャンピオンズリーグの決勝 FC、バルセロナ戦ではドリブルでサイドを突破し、ダニエレ・マッサーロの得点をアシストした。1994から95シーズン、第16節のバーディ戦では、デイアン・サビチェビッチの2ゴールをアシスト、第28節のトリノ戦では、セリー AA でキャリア初の2ゴールを決めた。 UEFA チャンピオンズリーグ決勝のアヤックス戦で先発出場、正確なクロスでマルコ・シモーネのシュートチャンスを演出したが、シモーネが決めきれず、終了間際にパトリック・クライファートにゴールを許し1から0と破れた。1995から96シーズン、第27節のパルマ戦でゴールを決め、勝利に貢献、第32節フィオレンティーナ戦に先発出場。 ミランはセリエ A 優勝を決めたため、その試合を最後にミランを離れ、1996年途中より MLS の NY メトロスターズでプレー、1996年には MLS ベストイレブンに選出され、2度オールスターゲームにも出場した。1997から98シーズン途中ミランに復帰、六節レッチ戦に先発出場し、復帰を果たす。 1998から99シーズンは限定された出場機会であったがリーグ優勝にも貢献。最後のミラノダービーとなった第25節では60分にズボニミールボバンとの交代で出場。ミランでの最後の試合出場は第28節のパルマ戦76分からボバンとの途中交代で出場したのが最後となった。2000年に サウジアラビアのあるイテハドで最後にプレー、リーグ優勝を成し遂げ、現役を引退した。イタリア代表としては、U-18 代表、U-21 代表を経て、1986年10月、ギリシャとの親善試合で A 代表デビュー、11月の代表2戦目となったスイス戦で A 代表初ゴールを決めた。以降、中心選手の一人として、 UEFA 欧州選手権1988ベスト4進出 1990FIFA ワールドカップ3位 1994FIFA ワールドカップ準優勝に貢献した 1990FIFA ワールドカップでは大会を通じて好調なプレーを見せにアシストを記録したまた準決勝アルゼンチン戦ではイタリア代表の中で最も高い評価を得るプレーをしたが PK 戦では、アルドセレーナと共に PK を失敗、イタリアは、敗退、3位決定戦のイングランド戦は怪我のため、欠場した。1994FIFA ワールドカップでも、ノルウェー戦以外の全試合に出場し、2アシストを記録。決勝のブラジル戦では、DF 以外の選手のプレーが軒並み定調な中、古群奮闘したが、PK 戦の末ブラジルに敗れた。 前回大会で PK を失敗したためか PK のキッカーとしての登場はなかった。1994年11月16日 UEFA ユーロ1 9 9 6予選クロアチア戦で後半開始から交代出場でプレー、以降しばらくの間代表を遠ざかった。1996年アリゴさっき監督のゾーンプレスに欠かせない お気に入りの選手の一人でもあり、直前より代表にサプライズ復帰して、6月1日ハンガリーとのフレンドリーマッチに後半から出場、UEFA ユーロ1 9 9 6でも3試合でプレーした。UEFA ユーロ1 9 9 6初戦のロシア戦はデルピエロとの交代で、後半開始から出場以降先発の座を奪い、チェコ戦、グループリーグ最終戦。 ドイツ戦では先発出場、ドイツ戦では、ケプケを脅かすシュート、サイドを崩し、フゼールへのクロスなどの見せ場を作ったが、ゾラの PK 失敗で引き分け、イタリアは、チェコとか地点で並ぶも、チェコとの直接対決で敗れていたため、グループリーグで敗退。そのドイツ戦でのプレーを最後に代表を引退した。代表では63試合出場5ゴールの記録を残した。 2001年からは指導者として活動を始めたエースリボルノカルチョ、ジェノア CFC で監督を務める。2005年から再びリボルノを引き、広角候補筆頭のクラブを注意まで押し上げるなど、手腕を発揮していたが、アルドスピネッリ会長ら首脳人との対立から2006年春に辞任した。その後、2006フィ f ファワールドカップで優勝したマルチェロ・リッピの後任として、 イタリア代表の監督に就任。トップにルカ・トーニを置くフォーメーションとして、そのトーニへロングボールを放り込む戦術を取った。UEFA ユーロ2008ではグループリーグでオランダに30年ぶりに大敗、準々決勝でスペインに20年ぶりに公式戦で敗れ、大会終了後の同年6月26日に監督を解任された。2009年3月10日、 エドアルドレアの後任として、SSC ナポリ監督に就任。2009から10シーズンは2勝4敗1分と、開幕から不振が続き、10月6日に解任された。2010年11月16日、ピエル・パオロ・ビーイゾリの後任として、カリアリ・カルチョの監督に就任。低迷していたチームを一時9位まで押し上げ残留に、導いたが、マッシモチェリーの会長と対立して、 セリエ A 開幕前の2011年8月12日に解任された。2012年1月9日、フランココロンバの監督解任を受けて、パルマ FC の監督に就任。2013から14シーズンには、パルマ FC を UEFA ヨーロッパリーグ出場圏内である6位に導いたものの、所得税の納付遅延を理由に UEFA ライセンスが降りず、パルマ FC は、 ヨーロッパリーグ出場権を剥奪された。2015年6月にパルマ FC の破産が確定したことでリーグの規定により監督としての契約が執行した。2015年10月28日、成績不振により解任されたデリオロッシュ監督の後任としてボローニャ FC の監督に就任。2016年2月19日のユベントスとの一戦でスコアレスドローに終わり、 セリエ A15 連勝中のユベントスの連勝記録を止めることに成功した。以降2017から2018年までボローニアの監督を務めた。2014年、2018年のワールドカップ後には日本代表監督候補として名前が挙げられた。2019年中国一部新選の監督に就任した。確かなテクニックを持った選手で、 ドリブルからのパスやクロスで多くのチャンスを演出した。コーナーキックやフリーキックを任されることも多く、左右のキックが可能で、初期はウィングとして、その後は左右サイドハーフとして主にプレーした。運動量が多く、器用な選手であり、ライカールトやデメトリオアルベルティ2の大役として、ボランチとしてプレーすることもあった。またプラティニからは1990年代イタリアで、 最も優れたミッドフィルダーと評された。戦術理解度が高く、さっき監督のゾーンプレスには欠かせない存在であった。AC ミランでは、背番号が固定される以前、7番をつけてプレーすることが多かったが、1992から93シーズンは、ジャンルイジ・レンティーニが主に7番を着用していたため、7番を着用することは少なかった。10番、8番、 4番などをつけてプレイすることもたびたびあった。背番号固定制度後は、1995から96シーズンは11番、1997から98シーズンは32番、1998から99シーズンは8番、メトロスターズでは7番、イタリア代表では UEFA 欧州選手権1988、 1990FIFA フフワールドカップ時は17番、1994FIFA フフワールドカップでは16番、UEFA ユーロ1 9 9 6時は7番。ありがとうございます。